いどうも、はいどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はこれです。今日はこれいいよ、いい感じになりましたよ。天ぷら、なんだろう、ビッグカツ、なんだろう、魚のカツみたいな感じだと思います、これは。で、ネギ焼いたやつ、目玉焼きです。いただきます。さあ、ちょっと目玉焼き、ちょっとこっち動いてもらおうか。で、これはね、うん、うん、おいしいね。皮の確か皮のり、皮のりの天ぷら、緑でしょ、うん、いい香りがしますよ、うん、うん、あー、美味しいね。あの三枚入って、確かね、確かだよ、100円しなかったね。うん、うん、ああ、このお米の方も、もち米の、100% じゃないですよ、混ぜてブレンドして炊きましたから、もちろん水少なめで、あんまね、もち米たくさん、うん、あんが久しぶりに食べたけど美味しいね、これ。あっと、昔に一回だけこれ弁当に持ってったことあったね。あっ、あっ、あっ、うん、これ人参とかも入ってるのか、これ。うまい、うまい、ペランペランじゃないですから。ああ、おいしいね、いいね。両方とも冷凍してたものを チンして解凍して、で、フライパンで、いつも通りサクッとしてからこの丼の上です。こっちはね、ネギ焼いただけ。うん、うん、うん。塩コショウをちょっとだけして。うん。あと醤油ちょっとね、入れたのがこのネギですけれども。今日はね、どうしてもね、これふと思ったからね、話したいことがあって、思ってて思い出して、まあ、というか考えて、なんて言うんだろうね、あの僕のね、あの島の同級生に、女子でね、この話したから、なんていう名前言えないね、仮にですよ、仮にエスコとしましょう。エスコさんっていうのがいるんですよ。もう仮名ですよ、本当にいるんです、実在の
方というか同級生ですけど、エスコっちゅうのがいてね、その人が女性がね、こっち出てきて卒業してこの田舎を離れて暮らすようになって、素敵なこう奇跡的な恋をしたらしく、これ本当のことがわからないですよ。カフェかどっかで座って隣の席が相席になった男性と恋に落ちて、その方がスウェーデン人だったという話を聞きました、僕は。いや、まあそれが出会いが本当かどうかわからないですけど、でそのエスコさんとその男性はめでたく結婚することになりまして、これ話したっけな、してないと思うんだよね。目玉焼きの黄身美味しいね。することになりまして、彼女はスウェーデンに行ったんです。スウェーデンに、なんでこの話をね思い出したかというと、もうこれ食べる前にあの YouTube のあのデータというか見たんですよ。あのどこどこの国で何人、どこどこの国で何人見てますよみたいな。それでスウェーデンっていうのがあって、僕のこのランキングの中にですよ、ユロン山学校チャンネルの見てる人ランキング、チャンネル登録者とか、スウェーデンがピョンで伸びてたというかランキングインしてるんですよ。女性だけのグラフで、ちょうど年も僕のこの年のところで、これきっとエスコだろうなと思ったの。そういう話、どういう話かっていうと、そのエスコがスウェーデンにいるっていうのでね、僕はあの前に話したじゃないですか、就職した時にスウェーデンにもいたの。スウェーデンにもこれはめったにないよと、スウェーデンに行くことなんてましてや、あのちっちゃい島、ちっちゃいね島、与論島与論島からで生まれ育って、もう幼稚園生の頃から一緒でしたから、エスコとは、エスコさんとはね、まさかスウェーデンで会えるなんてことはめったないぞって、マイネ先生、僕はあのもう楽しみでしょうからって嬉しかったんですね。で着く明日着くぞと、よし驚かしてやろうってことで、ただ準備しないといけないし、ちょっと同じ国っつってもさ、もう離れてる場合もありますから、同じ国でもその僕が到着したところと前もって行っとこうってことで、もう何年も連絡取ってなかったもんだから、ただそのエスコの姉ちゃんとは僕はいろんな活動であの一緒にねすることがあって、もういろんなお願いすることがあって、もう大変お世話になってる先輩お姉さんですけど、アンニアですけど、そのアンニアの前にこのアンニアの話がいて、アンニアに電話したんですよ。僕はあのエスコはそれでいるでしょって、今から着くから会いたいと思うんだけどどうしたらいいっつって、連絡してくんないかなっていうふうにアンニアに、そのエスコの姉ちゃんに電話したんです。そしたら、あっしらハルキと、あーハルキすごいタイミングだねあんたはって言われたんです。何がかと言いますと、そのエスコは佐藤キビのね収穫で忙しい時期だからです、牛の餌も確かね、牛の餌もねあげないといけないし、父ちゃん母ちゃん大変だろうっつって、何年ぶりかに世論に帰ったよっつって、そんなことってありますか、僕がもうこんなことないよっちゅうタイミングでスウェーデンに訪れてる、そのタイミングでエスコさんは世論に帰ってキビキャリーをしてた、そんなことがありました。
なんてことだと。そういうこともあるんだねってね。ああいたらね、会えただろうになって思いますよ。まあ僕もめったに島に帰りませんから、同級生にはほとんど会えてない。まあたまには会いたいなって思いますね。見てるよっていうね、話も全く聞かないし、全く聞きませんし、ただあのスウェーデンのグラフがビョンと伸びてる、しかも女子だけですから、それはきっとエスコでしょう。僕はそう信じてます。誰かから話を聞いて、妹もいますか？妹近いですか？話を聞いて、どれ見てみようかって。見てくれてんじゃないかなと僕は勝手に想像している、そういう話です。僕は元気です。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。